はいどうも、伊沢九龍です。ロックマン11続きやっていきたいと思います。前回あれですね、ブロックマン倒しました。で、次がこれでいくか。下落ちたらダメなやつだった。痛い。なるほどね。シールド状態でもこれだけいるの。やばい、体力やばい。危ねえなれえもの。
て。おお。オッケー。怖っ。痛い当たっちゃうのかい。ダメかもしれん。早く直してくれた。あーやばい。OK、 やっと直した。あぶねえ、やられるかと思った。いや危なかった。これ倒して回復出てくるこの方がいいか。回復出ないか。あ、太い。あ、やばい、危ねえ。痛い。ういなんとかなった。熱い。やばい。いてぇ、やべぇ。あぁ、危ねぇ。
に行っちゃうのかな、あれ。やっぱないわ、合い物。余裕が。あ、あ、やっぱいけないか。あ、これギリギリなら、よっしゃいけた。若干流れがあるのかと思ってドキドキしたよ。あー、取んなくてもいいのに取っちゃった。あっ、めっちゃ難しい。あぶねー、あっち行ったからいけないんだよな。お、ま、マジか、これはやべえな。なんとかなった。怖かったよ。回復取れなかったよ。ああ、やっとボス来た。泣くぞそろそろ。ああ、やった。ボスじゃなくてブロックマンだといいんだけど。ようこそ我が研究プラントへ。ネジ一本残さず溶かしてやろう。めちゃくちゃなこと言っとるな。待てた。はあ、あ、これだ。俺の動きについてこれるか。怖い、いかん使おう。もう、うわ、うわ、どいて。あー、やっとクリアした。1時間ぐらいやってんぞ。もっとやってんな。1ステージクリアすんない。こんなにかかんのかよ。やばいな。
アシッドバーナーか。アシッドバリア、どれ。ああ、ちょっと高いとこ届くんだね。ひらめいたんだ。これで新しいアイテムが作れるようになったぞ。ロック、どのアイテムを作る？いいか、買っとこうかな。このアイテムを作る？じゃーん、完成。このアイテムを作る？このアイテムを作る？じゃーん、完成。頑張ってね、ロック。ロックはどのパーツが欲しいですか？エネルギー回復アイテムと全ての武器エネルギーを回復させる。あ、いいね。このパーツを作るんですか？そうだす。出来上がっただす。お、あ、このパーツを作るんだ。ロック、このパーツを作るんだ。出来上がっただす。ロック、マジでどのアイテムを作る？あ、なるほど。このアイテムを作る？じゃーん、完成。頑張ってね、ロック。なんか値段下がってんのありがてえ。それでは今回ここまでにしたいと思います。まさかの1回につき1ボスっていう状況になってますが、本当にやばいのこれ。それではまた次回よろしくお願いします。それではまた。